皆さん、こんにちは。天ヶ瀬動物園からお届けしています。すいません、お待たせいたしました。今まで事務所とここを何十往復して走りました。よかったです、やっと。やっと。やっと。もう死にそうです。まだこれから。これからやったらな。もう暗い。本当にありがとうございます。あ、ミキ川又さん、こんにちはって書いてくれてありがとうございます。皆さんで、ね、チャットウィンドウをガンガン使ってくれたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではね、今日は、いいじゃん。今日は2020年の、研究発表会ということで、動物園で研究というのはとても大きな役割の一つになっているんですけれども、今年ですね、昨年にかけてから今年にかけて大牟田動物園でどんな研究をしていたのかというのを、皆さんにお話ししたいと思います。今日はアザラシとキリンのお話をしていきます。ということで、早速アザラシ担当に席を変わります。ここは物理的です。皆さん、こんにちは。アザラシ担当の岩下です。今からゴマフアザラシにおける行動エンリッチメントが行動に及ぼす影響について発表していきたいと思います。よろしくお願いします。行動エンリッチメントとは、動物者の行動や施設を変えることで行動上のレパートリーを増やしたり利用できる空間を増やすことです。当園ではマンドリルやツキノワグマなどさまざまな動物においてこの行動エンリッチメントを行っています。野生のゴマフアザラシはオホーツク海やベーリング海に生息していて、岩や流氷などがある、さまざまな多様な環境の中で生活を行っています。しかし、当園のアザラシプールは構造物が少なく、また隠れる場所がないため、行動レパートリーや利用場所の選択肢が少ないことが問題となっていました。また、先行研究では行動エンリッチメント導入により行動が活発になり、情動行動が減少したことが報告されています。そこで、本研究では行動エンリッチメントを導入し、行動と利用場所の多様化を図ることを目的として行動観察を行いました。導入したものは、エンディパイプ、ロングビート板、U 字工です。ロングビート板は以降、浮島と呼びます。対象個体は当園で飼育しているゴマフアザラシ2頭です。観察時間は13時から16時までの3時間とし、観察方法はビデオ観察を行い、3分間隔の瞬間サンプリングを行いました。観察期間はエンリッチメント導入前の6日間、エンディパイプ導入後の6日間、浮島 U 字工導入後の6日間行いました。記録した項目はこちらの表で示している UA、
休息、探査、その他不明の行動と利用場所です。利用場所はプールをこのように9つの区画に分けて記録しました。それぞれのエンリッチメント導入後は、先ほどの区画とは別に導入した構造物を利用場所として記録しました。また、利用場所は体の割合に関係なく、頭部が入っている場所を利用場所としました。結果です。こちらのグラフは2頭の行動の割合です。縦軸が割合、横軸が記録した行動です。エンリッチメント導入前は探査行動が全く見られませんでしたが、エンリッチメント導入後にわずかに探査行動が見られました。しかし、行動に大きな変化は見られませんでした。続いてこちらが2頭の利用場所の結果です。縦軸が割合、横軸が記録した場所です。利用場所はエンリパイプ導入後、5の割合が大きく減少し、浮島U 字工導入後、1、2、3の利用割合が増加しました。また、すべての条件において、8、9が高い割合を示しました。まとめです。行動は、行動エンリッチメント導入によって、行動の変化はあまり見られませんでした。また、U 字工導入により、1、2、3の割合が増加したため、U 字工導入によって利用場所が多様化されたと考えられます。また、今後の展望としては、他にも、よく休息する場所に人の視線などから避けることができるような構造物を設置したり、複数のエンリッチメントと併用したり、夜間の観察など、様々な条件下で長期的な観察の実施をしていきたいと思います。これで発表を、で、もう一回いきます。今後の展望として、よく休息する場所に構造物を設置したり、夜間観察の実施、あとは再食エンリッチメントの実施をしたり、長期的な調査をこれからも行っていきたいと思います。はい、すいません。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。本当ですね、皆さんのチャットスクリーンがこう YouTube のとかあると思うんですけど、そこになんかご質問とかいろいろありましたら書いていただきたいと思います。あとアザラシでこんなことしたらとか、なんかおーちゃんとむーちゃんの好きだとかいろいろ書いていただきたいと思います。さあ、続きまして、はい、で質問の方はこのキリンの発表が終わった後に、質問時間を取っていきたいと思いますので、ぜひそちらでよろしくお願いします。さあ、では、キリンの発表の方を行っていきたいと思います。皆さん、こんにちは。ちょっとエコーがかかっているみたいなんですが、大丈夫でしょうか？聞きづらくないでしょうか？何かありましたらチャットに書いていただけると嬉しいです。大丈夫かな？大丈夫ですね。はい。
した。大丈夫そう。はい、普通に聞こえますといただきました。ありがとうございます。で改めまして、キリン担当の川野です。よろしくお願いします。私からは、キリンにおけるバグを用いた当時の加工対策の検討というタイトルなのですが、この加工というのは、片方の足をかばうように歩いたり、足を引きずったりするなど、正常な歩行ができない状態のことを言います。この加工への対策として、九州大学大学院工学研究員の方と、共同研究を行ってきましたので、その研究についてお話しさせていただきます。それでは、当園では、2005年生まれのオスのリンと2014年生まれのメスのプリンの2頭のキリンが暮らしています。オスのリンでは動物の心身の健康管理に必要な行動を動物たちに協力してもらいながら行うトレーニングであるアズバンダリートレーニングによって採血、測定、体重測定、血圧測定、レントゲン撮影、検温、静脈注射、聴診が実施可能となっています。2016年10月にアズバンダリートレーニングによって初めて四肢のレントゲン撮影を実施した際、両前肢の骨の一部が変形していることが分かりました。そのため、3ヶ月ごとのレントゲン撮影によりモニタリングを実施してきましたが、大きな変化はなく、痛がる様子も見られませんでした。しかし、2017年1月に初めて歯垢が見られました。ご覧のように、左前肢よりも右前肢の歩幅が短く、左前肢をかばうように歩行しており、触診により左前肢の患部が熱を持っていることが分かりました。歯垢は牛においても重要な健康課題の一つであるとされており、痛み、不快感が生じる、食べる量が少なくなる、繁殖成績が低くなる、体が大きくならない、などの理由から、歯垢を的確に発見し、治療することを第一に行わなければなりません。これまで歯垢時の対応として、患部に消炎剤の塗布、非ステロイド系鎮痛抗炎症剤の静脈注射を行ってきました。また、関節の負担軽減を目的として、多くの時間を過ごす寝室の砂を厚く敷き、関節強化改善及び正常な関節の働きの維持を目的として、2017年2月より、グルコサミン、コンドロイチンなどの成分が含まれるフルードフレックスの投与を開始しました。しかし、2017年2月以降も、このように毎年冬季に歯垢が見られていました。レントゲン画像による診断と歯垢が冬季に見られていることから、骨の変形による筋肉、腱、人体への慢性的な負荷に加え、気温低下に伴う血行不良によるこわばりが歯垢の原因であることが考えられたため、両前肢を冷やさない方策を検討しました。そこで2019年12月より馬の離走時の怪我予防として使用されているシッティングブーツを両前肢に装着し、患部の保温を開始しました。このプロテクターは長さが58センチメートルで、幅は最も短い中央部分で35センチメートル、上部と下部は40センチメートルになっています。また、クッション性のある20ミリ厚の5ミリで裏地は5輪になっています。既製品のままでは、吸節と蹄の間のつなぎが露出し、外気に吹ける状態であったため、マジックテープを縫い付け、別の布を追加しました。こちらの布も裏地はボアにしています。こちらはプロテクターを装着するときの動画です。装着は従事者と作業者の2名で行います。
まず真ん中のマジックテープを決めることで仮止めをし、装着場所を調整した後、追加分の布をつけます。そして下のマジックテープを留めることでしっかりと固定し、上のマジックテープを留めます。同様の方法で右前肢にも装着しています。プロテクター装着当初は、頻繁にプロテクターの匂いを嗅ぐなど、気にする様子が見られたため、装着時間を1時間程度としました。4から6日目は4時間に延長し、7日目以降から24時間の装着にしています。プロテクター装着と並行して、腱の強化及び消炎を目的とし、2019年12月から UTO などの成分を含まれるビタフレックス MSM の投与を開始しました。また、プロテクターの保温効果を強化するため、プロテクターの有無で体表温度を比較しました。体表温度の測定には、こちらの 20mm×20mm の小型で、100メートル以上の無線送信が可能な無線式温度センサーを使用しました。このオレンジ色の先端部分に接触している温度を測定することができ、2秒間隔で体表温度を記録しました。プロテクターをつけるときは、プロテクターの内側に切り込みを入れ、温度を測定する部分のみ足に接触するようにし、基板部分はプロテクター内に挿入してセンサーを取り付けました。プロテクターをつけないときは、離着性保護包帯のベトラップを用いてセンサーを取り付けました。温度センサーによる体表温度の測定は、プロテクターをつけたときと、つけていないときの各条件7日間ずつ交互に2回の計28日間行いました。また、温湿度データローガーを用いて実験期間中の気温を5分間隔で記録し、各条件の平均気温を算出しました。測定結果です。このグラフは横軸が時間、縦軸が温度で、各条件14日間の体表温度と気温の1時間ごとの平均を示しています。まず気温についてです。緑色の折れ線が示すプロテクターをつけていた時の平均 14.8 度に対して、黄色の折れ線が示すプロテクターをつけていない時は 16.1 度であり、プロテクターをつけていた時の方が平均 1.3 度低かったという結果になりました。一方、体表温度は青色の折れ線が示すプロテクターをつけていた時の平均 30.9 度に対して、オレンジ色の折れ線が示すプロテクターをつけていない時は 28.5 度であり、プロテクターをつけていた時の方が平均 2.4 度高かったという結果になり、プロテクターによる高温が確認されました。そしてこちらのグラフは、オレンジ色の棒グラフが月別の発光日数、青色の折れ線が月別の平均気温、緑色の折れ線が月別の最低気温を示しています。2017年1月以降、毎年冬季に波高が見られていましたが、プロテクター装着を開始した2019年12月以降は波高が見られていません。しかし、月別の平均気温及び最低気温では、2019年度の冬季は例年よりも気温が高く、冷え込むことが少なかったという結果になりました。これらの結果から、馬用プロテクターを用いることで足の保温が可能であり、プロテクターによる患部の保温とビタフレックス MSM の投与は、冬季に見られる加工への対策として有効である可能性が考えられます。しかし、例年よりも気温が高かったことで加工が見られなかったということも考えられたため、今後もデータの蓄積を行っていきます。また、今後も九州大学大学院工学研究院との共同研究で、温度センサーを用いたプロテクターの定量的評価を継続し、三軸加速度センサーを用いて、波高の客観的評価及び測定による保養の変化等、有益な情報の検出を行うなど、
今後もデータ蓄積によって有効な発酵対策を検討していきます。本研究においてノーザンファームの大変なことを重視に多くの有益な情報と貴重なご意見をいただきましたので、この場をお借りしてご礼申し上げます。これで私の発表を終わります。ありがとうございました。はい、ということで、2つ、聞いていただきました。ここからですね、ご質問にお答えしていきたいと思います。もしまだちょっとご質問書いてないよっていう方がいらっしゃらですね、ぜひご質問の方を書いていただきたいと思います。現在ですね、約46名の方ご覧くださってます。ありがとうございます。じゃあ、お二人ちょっと映っていただいて、はい、画面の共有やめてるんですか。そうするとどうなりますか。どうなるんでしょう。ちょっとどういう画面が見えてるのかよく分からない。顔がバーンとくる。あ、バーンとくる。はい。一人だけ映ってる。え、私もそうですよ。ですね、各所とか送ってきてくださってる方がいらっしゃるんですけど、感想として行動のレパートリーが、これはアザラシの話ですね、レパートリーが増えないまでも、行動物で泳ぎ方などが変われば環境が豊富化したとは言えそうですね。そうですね、はい、まあ、その泳ぎ方も、まあ、いろんな泳ぎ方をするのであれば、まあ、多様化したのかなっていうことができるかもしれないんですが、またその別の泳ぎ方をずっとしているとそれもあまり意味がないので、そういったところも今後見ていきたいと思います。はい、それから中野村正上さんから、アザラシのプールの水位は高い方がいいのか低い方がいいのか教えてください。高い方が、まあ、うちのプールのですね、性質上井戸水を使って毎日水を抜いて、ね、また溜めてっていうやり方をしているので、時間によってもちょっと違うのかなという気がいたします。はい、午前中に来たお客様は午前中は大変だねとおっしゃってたので午後3時ぐらいになれば泳ぎますので、お客様午後3時になったら見に来ていただければと思います。はい、次のご質問です。光弘吉田さんから、キリンのプロテクターの重量は足への負荷荷重への影響はという質問です。なるほど。重量きちっと測ったことないんですけど、多分1個あたり 500g もないんじゃないかなと。本当に体重、キリンの体重測定をしたときに、このテクターをつけてるときと、つけてないときに測ったことがあるんですが、うちの体重計の最終目盛りが 500g なので、でもそれをつけても変わらなかったので、まあ、500g 未満だと思います。で、足への負荷荷重の影響についてですが、まあ、この辺は、まあ、今三陸の加速度センサーというものをつけていて、歩き方のこの動き方が分かるようなセンサーもついているので、まあ、それを見て今後評価していきたいなというふうに思います。はい、先ほどのアザラシのご質問をしてくださった方から、なるほど、そういうことでご納得いただけたようで何よりでございます。さあ、次の質問に行きましょう。プロテクター森由美さんから、プロテクターにサポーター効果は想定されますか。プロテクター自体ですね、まあ、怪我予防で、まあ、なんか当たった時の怪我予防として本来用いられているもので、しっかりと固定するようなタイプのものではないんですね。なので、その固定足のその変形を固定するとかといった、そういうサポーター効果はちょっとあんまり得られないんじゃないかなというふうに思います。はい、そうそう、この後もご質問どんどん答えていきますので、ぜひね、感想とか何でも構いません。そのメガネは何でとか何でも構いませんぜひ書いていただければと思うんですがそういうのは何も答えられない皆さん、そう、今回のライブにはスーパーチャットっていうのをつけているんです。これ何かっていうと、投げ銭ができるシステムなんですけど、これ初めてやるので、私の設定がちゃんとできているのかがちょっとわからないんですなので、10円でもいいので、ちょっとそれが使えるのかどうか、もしダメだったら使えないって教えてください。でも私設定するときにですね、お金もらえますって
ていうところにイエスもらいますってチップを入れたので、多分できるんじゃないかと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとやり方がよく分かっておりませんので、できるかできないかだけ書いていただけると、今、多分皆さん必死に画面を取り上げておっしゃってると思うんですけど。はい、次の質問に行きます。ペインニョンさんから、キリンの加工ですが、ひづめの形による体重の負荷も、体重負担も考えられますかということなんで。そうですね、今回お話しした子の例で言えば、骨が変形した原因として、通常正面から見たときに足がこう、まっすぐ、こう、まっすぐ来ているのが正常な状態だとすると、ちょっとこう、関節でジグザグにこう曲がってるんですね、極端に言えば。で、その足の線がまっすぐになってなくて、ジグザグになっていることによって、変形している部分に、通常よりも負荷がかかって、そこの骨が変形してるんじゃないかということが考えられるんですが、ひづめの変形によってその関節に影響が出たのか、関節の本来の付き方が、正常ではないので、ひづめの方に影響が出たのか、どっちが先かはちょっとわからないので、なんとも言えない部分ではあるんですが、ひづめの形によってその変な形で体重、負荷がかかるということが当然考えられるので、その辺も今後ちょっと検討していきたいなというふうに思っています。確定によって、どこにどれぐらいの力が加わっているのかというのを調べられたら面白いかなというふうに思っています。はい。確定の動画は YouTube の方に出てますので、ぜひ、うちは、はい。おすみません、今何かというとですね、シアピ TV のキスから、スーパーチャットが入りました。ありがとうございます。よかった、設定持ってた。はい。ということで、次のご質問に行きたいと思います。あ、いいことですか？ミキ川又さんから、キリンさんはサポーター装着を嫌がることもありますか？これまで、装着した初日から嫌がることは全く見られませんでした。もちろん装着した初日、2日目ぐらいまではよく似合う会でなんか気にしている様子は見られていたんですが、それ以降はそういった行動も見られず、あまり気にしてないのかなと思います。で、そのつける時も、嫌であれば離れられる環境を作った状態で行っているので、それでも毎回つける作業に協力してくれているということは、そこまで嫌じゃないのかなというふうに思っております。はい。と、河野が検討をさせていただいている間に、マーク M さんからと、三井吉田さんからもスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。そして、三井吉田さんは、この金額はどこかの国の消費税がついているのかというような金額。ありがとうございます。さあ、次のご質問いきましょう。ミキ川又さんから、アザラシさんの年々暑くなる猛暑対策を知りたいです。というご質問をいただいております。はい、今のところ、暑さ対策。アザラシのプールは屋外にあるので、日光によって結構水温とかが変化して、やっぱ夏になると水温が高くなってしまいます。なので、鍋に氷を作って、でっかい氷を作って、プールの中に入れたりとか、魚を、魚が入った氷を作って入れたりとかしてるんですけど、すぐに溶けてしまいます。けど、一応そういったことは出てます。はい、という感じです。はい、ということで、鍋もね、アマゾン欲しいものですので、出しておりましたね。ぜひ、大きな鍋をいただけると、それで大きな氷作って、アザラシにどんどんお氷をプレゼントしたいと思います。さあ、次のご質問に行きましょう。よしっこ、もちづきさんから、初歩的な質問ですみません。キリンの体重はどのぐらいですか？サポーター装着前のです。はい。今回お話しした、リン君の体重なんです。年間でやっぱりばらつきはあります。夏になるとやっぱり食欲が落ちるので体重が落ちたりとかするんですけど、平均で見ると大体900キロぐらいになります。
ということで、そういう話をしている日に皆さんから、大阪リードルで5ドルいただきました。ありがとうございます。それから、ミリさん、またさんからもいただいております。ヘニワさん、富山さんとミャンマーで以前お会いして、今、シドニーに書いていらっしゃるんですけど、ごめんなさい、この人とか、後でちゃんと連絡します。はい、あ、それからね、ミリさん、スパーチャー初めてチャレンジしてみますと書いてくださいました。ありがとうございます。あ、アマゾンも見てみますね。おー、鍋をよろしく。あと、ミトマトさんから、ひずめの変形もあるのにびっくりしました。そうですね。その足のつき方によって、まあ、ひずめが変な形で伸びたりとかすることがあるので、まあ、そういうので変形したりはありますね。ただ、その都度、まあ、それには、作成を行って、まあ、変な形で関節に触らないように行っています。はい。それからですね、中野村、正上門さんから、キリンのフォーリーは確認されているのでしょうかという質問です。確認されていません。すいません、ちょっとカードがここからブラックモードに。そんなにないんですけど。まあ、メスのクリンちゃんには発情が来ていて、まあ、キリンって2週間に1回発情が来るんですけど、クリンちゃんはきれいにその2週間に1回の発情は確認されています。ただ、それに合わせてリン君が交尾をしに行かないっていうところで、公園ではまだ交尾は確認されていません。はい。という、お話の最中に、千春ときわさんのおにぎりのマークがとても可愛い千春ときわさんからもスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。さあ、そして、ナウンナウンナウさんから、キリンのグープの着脱トレーニング、そのまま進歩どうですか？新着どうですか？ごめんなさい、私もちょっと感じが良かったです。どうですか？そのトレーニングを見てくださった、YouTube にも上げてるので、はい、ぜひ皆さん、すぐまでです。はい。このキリンのブーツの着脱トレーニングというのは、はい、リン君があのプロテクターを今つけたいのか、それともつけたくないのかという意思の表示をボードを使って、伝えてもらうというトレーニングを行っています。まあ、詳細はあの YouTube の動物園公式チャンネルの YouTube を見ていただければわかるかと思うんですが、この進捗は今ちょっとまだ停滞しています。なかなか僕らがうまく伝えられていないかなというような感じで、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、またね、進捗があったら第3弾出していきますので、はいはい、よろしくお願いします。あと言っている間に、森ゆめさんからもなんか可愛いレモンとキウイのお化けみたいなハイタッチするのをいただきました。ありがとうございます。さあ、そして、よしこもちづきさん、ご教授ありがとうございました。緊急事態宣言解除されたら、大昔の温泉に行きたいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひいらしてください。はい、お待ちしております。あ、それから、ミキ川本さんから YouTube の NG 集も好きです。僕は他の NG ヒーローやん。僕は NG。僕は NG 一回も出してない。嘘つけ。編集に悪意があります。そうなんだ。キリン車行くと2時間ぐらい帰ってもらえないと、なんか1個動画撮ると、あ、これもこれも撮りましょうみたいな言ってね。いつもお腹減ってから。そうですね。YouTube で行こうと思います。はい。2時ぐらいにご飯。はい。あ、中野村正上門さんから、なるほど、感触とともに、リン君の具合が良くなることを祈ってます。そうですね。まあ、リン君の体調自体はそんなに悪くないんですけど、まあ、リン君の定期的に月に1回、毎日採血をして、で今、体温を3日に1回測っているんですが、まあ、そういった数値からは、リン君の健康状態には問題がないかなというふうに思っています。で、今回の発表は2019年度の後期、話やったんですけど、今年の冬、2020年度の冬は結構冷え込んだんですが、これまで、まあ、若干その足を気にしている様子は見られるんですが、これまで箱は見られていません。なので、まあ、プロテクターで温まっているのが効いているのかなというふうに思います。はい。ということで、さっきの、着脱トレーニングのご質問をくださったナウナウナウさんからありがとうございます。とても楽しみにしています。はい、頑張ります。はい。そして、ミットマトさんが、2時間そうなりますよね。私もそうなりますよ。なんか12時に行って何でも入ってくるんだろう。
大体ね、朝の仕事が終わるタイミングでこうね、復帰するところが多いんですけど、全然その2時間も回すつもりはね、ないんですけど、ね、それこの人のせりふ取らないですよ。それ言ったらないんですよ、言ったらという感じですね。そうですね、はい、そういった感じで、すべてご質問の方にお答えしましたが、もし他にご質問とか、ご感想ございましたら、ぜひお願いしたいと思います。書き込んでください。あ、三菱の吉田さんから、個人的に坂道ダッシュの NG 動画は大事です。あれじゃないですか、正月の。ああ、正月の。NG 動画っていうと、勝手に準備しました。ありがとうございます。そんな細かいところまで、ね、チェック、あ、ぜひ、ね、もし何を言ってるんだろうという方ですね、今年の元旦に出した動画を、年男を、年女を決める動画を、ぜひ見ていただきたいと思います。正月、朝からきつかったよ。私は知ってる。明日ないんだ。あ、この辺、個人的にコメント。はい。さあ、皆さんの他に何かコメントされることがございましたら、ぜひ書いていただければと思います。それからさっきお話しましたけれども、私が思っているのは、Amazon 欲しいものリストというものを公開しておりまして、こちらの方に、先ほど、岩下の方のプレゼン出てまいりました、浮島、これも実はお客様からいただいたものなんですね。当園の職員がいろんなことを紹介しながらやっているんですけれども、やはり観光レッスンにとってなかなか確実に効果が出るわけではないですし、また1回で全てボコボコに壊れちゃったりとか、そういったこともあって、なかなか予算というのがつきにくいものでございまして、ぜひ皆さんこちらのですね、Amazon の8万リストの方からいろんなものを送っていただいて、それを使って、飼育員が紹介しながらいろんなことに挑戦してもらいますので、ぜひ飼育員にチャンスを与えてくださいますよう、お願いいたします。さあ、もう今年は寒いので気をつけてください。そうですね。寒いですね。はい。今日もすごい暖かい。そうですね。今日のオムタは20度ぐらい行きましたか。ここはすごい寒いんですけど。この部屋すごい寒い。この部屋すごい寒い。はい。あとですね、ヤギさんの紹介も拝見しました。足回りが大切ですね。そうですね。キリンの足回りもそうですね。そうですね。やっぱり草食動物とか大きい動物が特になんですけど、やっぱり立てなくなってしまうと、そこから一気に命に関わることになってしまうので、非常に足は大事ですね。ということで、朝ですけどですね、もし福岡県の方もお住まいでない方ご存じないかもしれないんですが、KBC の、朝やっている月曜日から金曜日まで生放送やっている番組の中で一部動物園のことをご紹介してくださる、時間がございまして、そこのことだと思います。一応 Facebook の方にですね、オンエアされた後に動画がウェブサイトに上がるので、それのシェアをしておりますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。はい、ということで、そうですね、約40分ほどお届けしてまいりました。初めての Zoom を使ったライブ配信、なんとかうまくいったんですが、今私が10分ぐらい前から考えているのは、どうやってこれ、終わるんだろう。技術的にですね。さよならって言い方じゃなくて、どうやったらこれが終わるのかがちょっとわからないので、なんと、はい、しばらくダラダラしてたら本当に申し訳ありません。ということで、はい、何か皆さんにメッセージをお願いします。はい。はい、あ、私から。はい。ちょっと、緊張して、最後いろいろ。また新たな市にもいろんなことを取り組んでいきたいと思いますし、まあ、最近では新たな市に息を上げた動画なんかもあるので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。はい、今回はキリンのこのプロテクターの保温効果に関する研究だったんですけど、まあ、今後 の動物園だからこそ行える研究にしっかりと取り組んでいって、まあ、キリンに限らずですね、いろんな動物で取り組んでいきたいなというふうに思っています。で、研究成果をいろいろな形で、発信していきたらいいなというふうに思っておりますので、今後もご注目ください。はい、ということで、コメントでいろいろ書いてくださってるんですけど、うん、
研究発表でも堅苦しくなくなろう。そんな堅苦しく言っても楽しくないんで。はい、こんな感じでまた来年もこれからまた1年頑張って、いろいろ研究をした結果をですね、また来年こうやって皆様にお届けできればと思います。というわけで本日は最後までありがとうございました。ありがとうございました。どうやってもらう